つ脱いでくださいね。やっぱこう呪いみたいなたたりみたいなもんがあるんですかな。ああ、そういうものではないんですよ。資源再生サイクルに乗れなくて、あるべきでない場所にエネルギーが滞ってるというか。ああ、いるじゃん。いるね。君に触れてると本当にはっきり見える。それじゃああとはお任せして。ミカド君、ちょっとそのまま話さないで。いや、俺やっぱ無理。君の目はすごい。いや、怖いって。ちょっ、ま、抜けて。大丈夫、ゆっくりやるから気持ちいいはず。私はすごくいい。立ってない、不思議。気持ちいいのは体じゃないから。ああ、君本当すごいですよ。ていうか、あれなんか動いてない。ああ、こっちに呼んだから今。なんでそんなことすんだよ。触れる距離にいないとぶん投げれないでしょ。こっちから行く。やだ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 、すげえやだ。なんでだよ。君賑やかですね。だって超怖いもん。もうちょっと感覚に集中して、そろそろ触ります。確信。あ、怖ければ目を閉じてください。見えているものを見ない方が怖い。君最高。ぶん投げた。ぶん投げたね。見てごらん、綺麗綺麗。それってこんなにエロくていいの？気持ちよかった。ねえ、知ってる？霊現象が起きた時にはエロいことを考えるといいらしいよ。霊が人間の生命力に当てられて逃げるからなんだって。という俗説をインターネットで見て以来、私は自分の感覚を正当化することに迷わなくなりました。報酬いくら？君の分は11万8000円 ×4÷3 です。週3来てくれればいいですよ。